というわけで続いての話題はニューコムのみならず他社でも注目の新技術、サブリメーションによる人間の意識の複製。まずは実際に現場で指揮を執って開発を進めていらっしゃるニューコムのサイモン博士とデータスワローでつながっておりますので、そちらから。こんにちは。あ、もう喋っていい？じゃあまあ歴史についてから話そうか。まだ政治が権力を握っていた頃のコンピュータ技術は人間の道具に過ぎなかった。そして私たちは SF 小説や映画、テレビゲームといった空想の中だけでコンピュータや機械に人格を持たせて、ロボットやサイボーグといった夢を見ていた。しかし未だに人間の複雑な感情を持った賢いコンピュータや人工生命には私お目にかかったことがない。それはなぜか。もともとの発想が間違ってた。そう、まだ無から生命を作るのは神だけができること。そうではなく、私たち人間の方が機械やコンピューターになるのなら可能性がある。例えばだ、私はメガネをかけていますが、これも考え方によっては一部を機械化したサイボーグとも言える。こうした人間の能力を補うための機械群、その延長にある究極の世界が人間の脳を構成している人格をそのままデータとして数値化し、コンピュータ上にコピーする。いわば脳のデッドコピー開発、それが私の研究です。いいですか。これはかつての夢物語ではありません。実際この計画に賛同し、実験参加希望者もニューコムから続々と申し出があるくらいで、一部のマスコミが私と私の実験のことを叩いておりますがね。そりゃ昔の人が飛行機の姿を見て、あんなに重い鉄の塊が空を飛ぶのかと非難していたようなもんで、馬鹿げた臆病者。ああ、すいません、何か回線の状態が悪いようですね。博士、聞こえますか？ではここで一度 CM に。割り込みで失礼。出動要請です。詳しくはブリーフィングで。新しい R ナンバーも配備してあります。自分に合ったコフィンを見つけるためにもいろいろと試して。では上で会いましょう。我々ニューコムが進めている宇宙開発計画用のスペースシャトルが帰還します。しかしこれをゼネラルリソースが妨害しようとしている情報をキャッチしました。無事にスペースシャトルが着陸できるように護衛してください。シャトルには当然武器がないので、我々が盾になるつもりで出ます。横にだけじゃなくて縦にも展開して護衛しましょう。行きます。
了。我々も帰還する。スペースシャトルは貴君の護衛により無事着陸することができました。まずこのメールは個人的なものです。で、そうそう、シャトルの連中も感謝してた。宇宙での実験結果も無駄にならなかったし、私も君がニューコムに来てくれたことを感謝してる。その腕があればきっとどんな新しい R ナンバーともシンクロできるはず。まるで翼の先でも風を感じてるみたいだって思った。それだけです。じゃ、今日あれからシャトルの人たちと会いました。宇宙から空に降りてくる時の感じって肉体で知る重力の再発見だって言ってました。私たちは空より上には上がれないんだってことを彼らと会って感じました。こういう人たちとの出会いがあるとニューコムの新しさにも慣れることができそう。君はどうですか？もう慣れましたか？フィーでした。